はい、今回は先日作った試合で起こった状況のゴールキーパーへのサポートといったところを挙げましたが、それを実際にトレーニングで落とし込んでいく方法を考えていきたいと思います。グラウンドの中に青のプレイヤーが対象のチームになりますが、白のチームがボールをフィードして、最終ラインであるプレイヤーがボールを取ってゴールキーパーの方向に向かっているという状況になります。一度発想としてこんな風だということで理解をして進めていきたいと思います。はい、ここではトレーニングで必要になってくるであろうゲームのシチュエーションですると、水入れで囲ったぐらいのスペースが必要になるかと思います。そこにはゴールキーパー、ボールホルダー、中盤の選手が必要となり、サイドの選手も必要になってくるかと思います。状況によっては、中盤の選手をもう一人必要置いてもいいかと思います。このような中で、考えてくると次に行きますね。はい、このようにサイドの選手を長方形の長い辺の方にライン上でプレーをさせるといった条件をつけていきたいと思います。はい、ボールのスタートは白の選手の、すいません、白の選手になるというのをご理解いただければと思います。こんなところですかね。はい、ちょっと調整が、すいません。はい、こんなんでいいかな。こんなんで見やすくなりましたかね。左の選手がボールを持っているということになります。で、はい、ボールをサイド、そしてサイドの守備が行く。これライン上ですね。あえてライン上にしました。で、サポートが必ず入ってくると思うので、サポートと同時に白の選手が動き出し、ボールを前に入れるというようにしてくるかと思います。そうすると相手にミスが起こり、安くなり、青の選手がボールを掘る、後ろ向きで、キープすることが可能になってくるかと思います。まあ、これ前向けている状況であれば特に問題ありませんが、この状態でキーパーが受け取る。これはアニメーションではボール手で取っていますが、実際には取れませんね。この設定がちょっとできないので、一旦手で取って下に置いている。じゃあこの後ですね、キーパーに入った後どこにポジションを取るのかっていったのを必ず確認をしてあげてください。約束事として、はい、まずセーフティーに受けられる相手フォワードのラインよりも手前っていうのが条件でしたね。で、状況が良ければライン上、さらに前というような形でできるかと思います。ですね。はい、で、その後、はい、パスをサイドが、ね、ライン上の反対側のライン上にいる人にボールが配球されて、相手ディフェンダーがライン上で守備に来た。はい、受けたら間を受けて、中盤の選手に。で、ここで大切なのは必ず前向き方向にボールを動かしていく努力をするってことですね。必ずフリーでもらえるので、ワンタッチ、もしくは触らずターンをしていく。で、そうすると最初に考えていたのは、ライン突破をさせようと思っていましたが、ライン上に相手がいるので、ライン突破でもいいですが、状況に応じてはゴールを立てといた方がいいっていうのが分かりますね。これは、前にいるフォワード、もしくはサイドの選手へのパスということでゴールを立てています。こんな感じですね。立てていますので、そこにパスが出せればいいっていったところもゲーム中にあるかと思うので、パスを正確にそこに出す、動きながらっていうところをトレーニングでは設定してみてはいかがでしょうか。こんな形になるんですね。最初から、動かしていきたいと思います。声はなしでいきたいと思います。
トレーニングアイデア以上になります。